はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和5年6月19日の毎日新聞がネット配信した記事の見出しがちょっとした炎上状態になっておりました。記事をツイートした毎日新聞の公式ツイッターアカウント、そこに寄せられたコメントはツッコミだらけでした。なぜなら記事の見出しはこうあったからです。難民より日本人を優先の勘違い。難民より日本人を優先の勘違い。明治学院大学教授先生様の安倍光樹先生へのインタビュー記事なのですが、これ多重事項のような話が展開されているんです。まずは毎日新聞の記者らしき人物須藤隆さん書いた書き出しのところだけでもツッコミどころがあるんで紹介しておきます。難民より日本人を優先なのか、困ってる人を助けることがなぜいけないことなのか、いやそんなことは言ってないですけどね。国籍はいつから人権を上回る価値になったのか、国際人権法が専門で難民審査参与員の経験もある明治学院大学の安倍光樹教授は、力が弱まっている国家が自らの存在を国民に対して強調する必要に迫られているからだという。白がこう言ってます。ルーピー鳩山。記事に掲げられた写真とそこにあるキャプションから、入管難民法改正についていかんあかんと反対の立場の企画のようなんですが、かつて日本社会を悪夢の奈落に突き落とした民主党政権の鳩山由紀夫当時の総理大臣になる直前、そのなる直前の発言とほぼほぼ同じことを言っているんです。これ実に IT 系に詳しい者としてはいろいろなものを象徴する出来事でもあるんです。悪夢の民主党政権が誕生するその直前と言っても過言ではない、今から14年前の西暦でいう2009年4月17日、ネット番組の、まあ今でいうニコニコ動画のニコニコ生討論会という番組がありまして、サブタイトルとして民主党は今後どうするとついた、その番組の中での鳩山由紀夫さんの発言です。しかしこの14年前の時点で、すでにネットが情報発信のフロントランナーになっていたんです。しかし一方で、ネット世論とリアル世論との間には大きな温度差がまだあるよとツイートしていたのが、LGBT 理解増進法の採決において、所要で席を外していた自民党の杉田水脈議員です。まず令和の今、毎日新聞が伝えた、明治学院大学教授の安倍光樹先生のインタビュー記事、それを紹介する書き出しとそっくり、クリソツな、14年前の鳩山由紀夫、当時は民主党の幹事長。その発言を当時の J キャストニュースより紹介します。日本人は自信を失っている。自信を失うと他の国の血が入ってくることをなかなか認めないという社会になりつつあるんだと。それが非常に怖いと思っています。むしろ定住外国人の話は、彼ら税金を納めているわけですよね。地域に根ざして頑張っている人がたくさんいる。その人たちにむしろ3政権ぐらいは与える度量の広さを日本人として持つべきではないか。毎日新聞の書き出しとの類似点は、日本人と国家との違いはありますが、日本の国力が弱まってる、落ちてる、そうした判断において一致するんです。ただしこれも実数で見たときに、日本は未だ世界3位の経済大国です。仮に今年ドイツに抜かれたとしても、世界第4位の経済大国であることに変わりはありません。これは悪い円安だとニュースやワイドショーが騒いだロジックと同じです。直近でも日銀金融政策会合で現状維持が決定したとき、円安になったと大騒ぎしていましたけど、それ140円が141円に1円動いただけの話でした。しかし半年前、昨年の10月の末というと1ドル150円になっていたんです。この時は32年ぶりの円安水準だとギャスかギャスか大騒ぎしておりました。だから半年前と比較した時に、なんと10円も円高になっているということも不可能ではないんです。これどこを基準にするかという話です。それによって日本のエッヘンとばかりの自信についても、国家の力なるものについても評価が変わるということです。一方、鳩山由紀夫さんは外国人に参政権を与えろとおっしゃいまして、その後に飛び出したのがあの有名な、日本列島は日本人だけのものじゃない、日本列島は日本人のものだけじゃないという発言です。そしてちょっとした炎上状態になりました毎日新聞の記事の見出しは、難民よりも日本人優先の勘違い。論旨としては毎日新聞と鳩山由紀夫さん同じこと言ってるんです。参政権について、当時の鳩山由紀夫さん、まずは地方参政権からで、今の時点で国政にまで広げる必要はないとお話をされております。ただ舞台はニコ動の生番組でした。
ニコ動、ニコニコ動画の特徴は双方向性にあります。いわば弾幕と呼ばれるテロップも含めた視聴者のツッコミに、鳩山由紀夫さんが次のように答えたのが、日本は日本人だけのものはないという、なんだか不思議な面白い発言の全文、やはり J キャストニュースより紹介したいと思います。アメリカなんかそうでしょ。アメリカの良さは土量の広さ。日本列島は日本人だけの所有物じゃないんですから。何をおっしゃってんでしょうね。もっと多くの方々に参加しても喜んでもらえるような、そんな土壌にしなきゃダメです。毎日毎日の大海原に揺られて、メイフラワー号でやってきた政教と、彼らを起点として建国されたアメリカ、それと日本と同列に語る時点で論外です。ただ日付をもう一度確認しておきます。悪夢の政権交代が起こる直前の2009年の4月17日のニコニコ動画での番組での発言なんです。これネットでは盛大に拡散されて、ネット上では民主党への強烈な逆風となりました。しかしネットの逆風はさざ波すら起こさないそよ風でした。一方当時のニュースやワイドショーはというと、ホテルのバーに通っているだとか、漢字が読めないとかいう、麻生太郎当時の総理大臣への自民党へのネガキャン、バッシングレベルのネガキャンを繰り返していました。そして政権交代は実現し、悪夢が始まりました。あれから14年の月日が流れまして、ネット世論の風はと言いますと、扇風機の強ボタンぐらいの影響力は持つようになりました。よってビョーっと風が来るんですが、それは室内に限定されていて、部屋の外側、ネットの外側の世界ではまだまだ影響力は限定的なんです。そのことを杉田水脈議員のツイートに確認したんです。それは産経新聞出版の編集長瀬尾智子さんのツイート。まずはそちらを紹介します。だそうですというのは FNN の世論調査2023年6月 FNN プライムオンラインとしまして、問10 LGBT など性的マイノリティへの理解を増進するための法律が国会で成立した、良かったと思いますか、良くなかったと思いますかというので、1良かったが 62.2%、 過半数を超えてんです。2良くなかったが 23.4%、 3分からない言えないが 14.3%。 LGBT 理解増進法が成立して良かったが過半数を優に超えているんです。瀬尾智子さんのツイートを引用する形で、杉田水脈議員がこんなツイートをしておりました。これが現実です。ネットから情報を取ってる人はまだまだ少数派、それが分かっているので、与党も野党も進めようとした、この割合が逆であれば、いくら外圧エマニュエルですかね、がかかろうとやらなかったと思います。世論が成立させた法案だと言えるかもしれません。私は見たことがありませんが、漏れ伝わり聞き及ぶのが、自民党というのは入念な世論調査をしているというものです。これネット番組には半ば常識化しておりますが、政治ジャーナリストの田崎史郎さんなど、地上波テレビのニュースやワイドショーの解説で、自民党の内部調査ではと繰り返しています。主に選挙の当落で引用されますが、仮にこの世論調査を LGBT 理解増進法に当てはめたときに、ある程度の予測は可能となるんです。具体的に LGBT 理解増進法についてどう思いますかと尋ねなかったとしても、この法律のまとめ役となりました新藤義孝議員、またブラックホールのように全てを受け入れる形となりました萩生田光一政調会長、こちらも乗っけておこう、稲田朋美元防衛大臣、彼ら彼女らの支持率に大きな変化があれば、そこから民意を読み解くことができるということです。もともと当選圏外論の外の議員はともかくとして、有力議員とされる人たちの支持率に影響がなければ、世間の関心はそんなものだと見ることができるということです。実はこれ私の皮膚感覚ともバッチリ合っちゃうんです。 LGBT 理解増進法はもとより、毎日新聞がどうやらネガキャンを始めたい入管難民法の改正についても、もっと言いますと、あの解散風にしても、政治に強い興味関心を持っている人以外にとって、そよ風すら吹いていなかったというのが今国会の私の見た結論なんです。だから日本国民はとは今回あえてそんなこと言いません。なぜなら、3年3ヶ月以上にもわたったステイホームに自粛警察、これがようやく事実上解放されたのが5月8日ゴールデンウィークが明けてからだったんです。つまりリアルの世論においては、日常生活、奪われた日常生活を取り戻すことに必死だった。私はこう見ているんです。そしてその状況証拠となるのがニュースやワイドショーです。
LGBT 理解増進法にしても入管難民法改正にしても日本の国柄に直結するこの話題、ニュースやワイドショーの取り上げ方に疑惑が。ちどこーん。これはわずかな違いのようなんですが、番組のフォーマットが決まっている報道特集やサンデーモーニング、これらと異なり特集だとかパネルコーナーを用いることによって放送枠のすべてを一つのテーマに絞ることができる。 TBS で言うならば昼帯、テレビ朝日ならば羽鳥慎一のモーニングショー。これらの番組が今国会中多くの時間を割いていたのが大谷さんの大谷翔平選手やメジャーリーグベースボールでの日本人選手の活躍だったんです。そこから推測できるのが、視聴率が稼げないのが今国会だった、視聴率が興味をあんまり持っていない話題だったと推測することができるんです。先ほどの杉田水脈さんのツイートには、ネットから情報を取っている人はまだまだ少数派とありました。これが残念ながら現実で、つまりは知らないんです。だから毎日新聞の難民より日本人優先の勘違いなんて、とんでもない勘違いをした記事が兵役の閉鎖で配信されてるんです。難民より日本人を優先するのはこれは主権に完全に接続するんです。そして日本国憲法は国民主権と定めています。主権者が優先されるのは当たり前でしょって話。ところが毎日新聞のインタビュアーはこう尋ね、明治学院大学の教授先生様はこのようにお答えしておりました。なぜ外国人であることが助けない理由になるのでしょうかと毎日新聞、これに安倍先生、人間を国民と外国人に分ける考えがベースにあります、なんですと。日本では在留資格がなければ外国籍の人は合法的に滞在できません。在留資格の範囲内でしか活動できず、それが当然だとされています。国民と外国の方を分けるのは差別とかの話じゃないです。主権の話です。ただし学者先生が変わったことをおっしゃるっていうのは、まあ昭和時代からあった話です。しかし毎日新聞はこんな国際的な常識に従ってもおかしな勘違い的な話をわざわざ記事にした理由が私にはわからない。ん？うんうん。白がこう言ってます。日刊新聞法。なるほど。日本の新聞社の多くは日刊新聞法に守られています。これは株式の譲渡制限がかかるということで、毎日新聞に代表される新聞社というのは買収という企業における国境線を破られることがない絶対的な安全圏というアハハハのお花畑の中で戦後を一貫して暮らしていらっしゃるんです。国境線を死守しなければならない主権の概念がわからないのかもしれません。よってそんな毎日新聞の皆さんはこんな発想なのかもしれません。毎日新聞ポンクラ記事ばかり、嘘に手任せ嫌になっちゃうよ。ある朝今度は自称難民とコラボしてホラーを拡散するのさ。もうね、何でもコラボしちゃってね、ひっついちゃってね、こうきちゅ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 、あ、バレました、たいやくんと。冗談はともかく、まだまだそよ風レベルのネット世論ではありますが、14年前よりは確実にその風速が強くなっています。フローからストックへの変化、さらには SNS の一般化です。だからか2年前に200万部割れした毎日新聞の部数は順調に減り続けております。しかし不動産その他の事業で延命させないためにも、まずは新聞に与えられている軽減税率を消えたざまとして、次の段階で日刊新聞法を消えたやったとすべき時がやってきたように感じる今日この頃でございます。毎日新聞の難民より日本人を優先することが勘違いだとすると、とんでもないインタビュー記事らしきものに、そして今こそ思い出すルーピー鳩山さんの日本列島は日本人だけの所有物じゃないという発言、そして LGBT 理解増進法の採決においてぞ所要で席を外した杉田水脈さんのツイート、これらをまるっとまとめた時に、やっぱり情報共有は大切なんです。そしてこの情報共有において我々の微力は無力じゃないんです。というわけで、みんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
コーダーと呼ばれる7人組で、黒く生産者赤が勝つ LTCB の LTCB 一旦と人気が決まった。中に入ったと番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム、みやちゃんじゃんけんじゃんけんパー、私がパーなのでチョキを出したあなた、サインはプイ、おめでとうございます。私と同じパーを出したら気が合いますね。ダブルで送ってみます。ハンドパー、ミミミミミミミ、そしてグーを出したあなた、頑張っ。それでは本当のバイバイ。